次の巨階級は俺に任せて。お前はまっすぐ次の四死球へ進む。何？氷河のコスメを消滅する。この先の球が大きく弾ける。正義の感じだ。この先のいずれかの球が氷河が危機に陥ったのは間違いない。一刻も早く救ってやらなければ。分かったぜシリア。やられた。聞いてないぞ。こんなに強いなんて。一徳が逃げてるんじゃねえからな。せいや、シュン。ああ、キリュウもシュンのコスモが弱まっていくのを感じたか。小地球で何かあったに違いない。シュンは。シリュウ、ここはシュンを信じるまでだ。あいつならきっと大丈夫さ。あっ、なんて早い決断だ。いいのよ、この程度の失礼。先には進めんさ。シリュウ、先に進もう。あ、さっきの超時空までの道とは違う人気臭い道だな。コスモスの何か死の匂いがする。一体どんなセイントが巨階級を守護しているって言うんだ。おそらくデスマスク。デスマスク。俺が。待て、お前たち。お前はブラックペガサス。こいつ、お前は宇宙三六で俺が倒したはずなのに。ブラックペガサスは一人だけだと思っているのか。何、俺たちの敵を知らずに三六勝負に挑む。まだその無謀さだけを狙っているか。あの生き延びるほどの価値はない。この主流には通じん。五山昇竜、五山昇竜、ついたと知れ。4番目の球、巨階級が目の前だ。コスモの消えた氷河の安否を気遣いながらも、聖夜と紫龍は第4の級巨階級へとたどり着く。死の匂いに満ち、壁や床に死人の顔が浮き出ている巨階級の異様な光景に困惑する2人。それはチャンサーのゴールドセイントとデスマスクの悪逆非道な殺戮がもたらした結果であった。そのセイントらしからぬ行為に激怒し、紫龍はデスマスクに対して惨然と勝負を挑むのであった。シリュウとか言ったか。久しぶりだな。このシリュウには通じん。そうとも、俺はキャンサーの敵だ。強行の素顔を知りつつ、どうだ、あえて犬のように従順に伝えて。ゴールドセイントの風上にも剣やつだ。ふん、相変わらず口のヘラギガキ。この巨階級の無数の死顔にお前らも加わるのか。なんだ、せいや。お前は約束通り次の四死球を目指せ。
突破しなければならない球は、この先8つも残っているんだぞ。分かった、シリュウ、お前の力を信じるぜ。待て小僧、デスマスク、お前の相方、俺がそうと言ったはずだ。ボタン、そういうことだろう、シリュウ。お前とは五郎法での因縁があったな。あの時はムーに邪魔されたが、今ここで決着をつけてやる。目が見える。どういうことだ。デスマスクの冥界波にかけられて、俺は一体どこへ飛ばされたんだろう。ここは石式なのか。なんだ、あの遠くに見える人影は。大勢の人が黙々と歩いている。彼らが向かっている先に、あの大きな人は何だ。待ってくれ、聞こえないのか。俺の声だ、ロザン、氷河。シリュウを倒し、またこの巨怪級に死に顔が増えた。ま、何？シリュウが生き返った。バカな、シリュウの魂が石式から戻ってくるとは。残念ながら、俺はこれまで二度も死の入り口から戻ってきたことがある。登山勝利だ。どうやら死神から嫌われているらしい。さあ、デスマス君よ、今度はお前をあの世に送ってやる。シリュウには通じん。ユッソユッソユッソ。死にたくない。ユッソ、行くぞ。ボザン、ユッソ。死の国へ墓地を。石式冥界波。シリュウよ、これから貴様を確実に死の国へ叩き落としてやるぞ。この世持つ平坂からな。さらばだ、シリュウ。シリュウ、シリュウ、神様、どうかシリュウを守りください。どうかシリュウを。なんだこの鬱陶しい気は。何か祈りのような。あの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ。これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。俺は慈悲深い男なのだ。
生まれて初めてだ。もはやお前に対して一かけらの情け容赦も持たん。何バカな、シリューがゴールドセイントをも忍ぶほどのコスモを感じるとは、一体今俺の血一滴までもが沸騰しているのか。俺は竜の逆鱗に触れたのだ。シリュー、今度こそシリューに一滴を吸ってやる。二度と戻ってこられぬようにダメージを大きくしてな。悪を懲らしめるという命のもとに子供たちの命を奪い、さらに罪もない少年の清らかな愛を蹂躙した。お前に対する怒りが俺のコスモを燃えたぎらせたのだ。意味もなくお前に殺された多くの人々の悲しみを込めて、くたばれデスマスク。俺の竜の血がお前を倒すために沸騰しているのだ。あの神霊とかいう小娘を死なせたことがそんなに悔しいか。命など君から次へと生まれて一撃で決める。ゴールドクロスのフットが自然に外れるとは。足の骨が折れた。おそらくゴールドクロスの意志。クロスは正義のためだけのプロテクターだ。悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。バカだ、キャンサーのゴールドクロスが全て俺から離れただと。終わりだな、デスマスク。クロスがない今、お前はもはや丸裸も同然。しかし、いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、このシリューの誇りが許さない。さあ、これで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。バカめ、お前は俺を倒せる唯一のチャンスを無にしたのだぞ。コスモの勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。俺のコスモは確かにまだブロンズセイントの息を出ていないかもしれない。だが悪を滅ぼす真のセイントならたとえ一瞬でも俺のコスモはゴールドセイントの域まで高められるはずだ。ならば俺も試すとしよう。死の国へ誘う赤色冥界派を死の国で使うとどうなるかをな。いいか、デスマスク。正義知らぬお前がアテナのセイントを名乗る資格はない。ダメだ、力こそ正義なんだ。力なき者は死ぬのだ。そんなことは。シリューよ、なぜクロスを脱いだのだ。どうして、死のかぬ人、己の命をギリギリの極限まで高めなければ究極のコスモは発揮できない。バカめ、この紙一重となったところで早やすく食らえ赤色冥界派。何、死の決めるルマを壁上がって。バカだ、この強大なコスモを。このシリューが究極まで高めたコスモで、溺れ竜よ天高くロタン昇竜だ。シリュー、シリュー、しっかり。まさかシリュー瞬間、あれほど怨念のこもっていた無数の死に顔が消えている。そうか、デスマスクを倒したことでやっと成仏できたのか。はっ、誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声は
もしや、ロシ春麗は無事なのですか。よかった、ロシ、ありがとうございました。あ、シリュウ、君、まさか目が見えるように。え、見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老子に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリー、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとう、シュン。さあ、急ごう。次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。